カリコというお店で昼ご飯食べたんですけれど、あの店員さんというかね、雰囲気がめちゃめちゃアメリカンスタイルだったんですけれど、あのメニューもちゃんと日本語書いてあったし、日本語を喋ってくれる店員さんもいたのでちょっと安心しました。もうね、この間大阪に行く機会があって、その時あの日本ビリヤニ協会公認で日本一美味しいビリヤニを食べたんですけれど、その時も店員さん一人日本人と、僕が客で一人日本人で、それ以外みんな外国の方っていう状況があって、もうね、そういうお店をね、なぜかね選択してしまうんですよね。どういうことなんでしょうね。まあね、もう日本にいて日本語が通じず、メニューも全部英語なんていうことはちょっとあまり安心できないので、安心できるレベルにまだ英語力が到達していないので心配ですね。あの以前白馬に来たのが確かね、夏休みの時期だったと思うんですけれど、そのぐらいの時期だとブルーベリーとかネクタリンとか果物がスーパーとかで売ってて、あれめちゃめちゃ美味しいんですけど、今ねちょうどゴールデンウィークの時期に白馬に来てまして、このぐらいの時期だとあの果物は全然売ってないですね。そういうのね、楽しみたいなって人は8月とかそのあたりに白馬を訪れた方がいいと思います。